皆さんこんにちは近現代ヨーロッパの歴史の主任講師を務めます北村です同じく主任講師の中島です今日は近現代ヨーロッパの歴史がどんな講義なのか少しだけご紹介したいと思いますこの講義では近現代ヨーロッパ世界の歴史的初相を人の移動に注目して外観し ヨーロッパの社会と文化の特質を考察していきます中島先生、えー、人は古くからさまざまな移動を経験してきましたねそうですねヨーロッパ世界では近代化工業化を通じて新たな移動形態が登場してきましたそしてそれが世界史の展開に大きな影響を及ぼしました この講義では、人の移動という視点に沿って、具体的な事例を紹介しながらお話できればと思っています。さて、この講義では、五名の講師がさまざまなテーマでお話しいたします。取り上げるテーマはこちらです。第一回は、序論として、ヨーロッパの近現代史を人の移動という視点で考察する意義について、 北村中島の主任講師2人で解説いたしますそして第2回はフランス革命の時代とナポレオンの時代として前田信子さんにご担当いただきますフランス革命が植民地をどのように位置づけたのかといったことについてお話しいただきますこのようにフランス革命ナポレオン期における 植民地支配や奴隷制の過去に注目が集まるようになったのは実は2000年前後と比較的最近のことなのです第三回第四回は私北村が担当します第三回では工業化によって起こった農村から都市への大規模な人の移動について第四回では ウィーン体制と1848年革命で生まれた多くの亡命者について見ていきますその意味ではウィーン体制は復古というわけではありませんでした重大な変更点変化はこちらの三点にまとめることができます第五回はイタリアとドイツの統一について 西山明義さんにご紹介いただきます19世紀半ばに成立したこの二つの統一国家の形成過程をたどりつつ領土と住民の関係についても考えていきます第六回は移民の世紀と題して私が移民をテーマに考察します第七回は後藤晴美さんのご担当ですイギリス帝国の事例から 帝国支配と人の移動について考えますその時代にイギリス人の女性も植民地に登場するようになると白人の優越性と一体性が強く意識されるようになりました現地人女性との関係やそこから生まれた混血の人々は避難の対象となっていったのです第8回は文化と人の移動について取り上げます 19世紀末からの新たな文化の潮流によってパリやウィーンに集まった芸術家や知識人についてご紹介します第9回では国際的なつながりが帝国主義という時代背景の中でどのような特徴を持ったのかといったことについて考えますここまでの第1回から第9回までは 主に19世紀のヨーロッパについて取り上げます第10回からは20世紀のヨーロッパが話の中心になりますここからのご案内は中島さんにお願いいたしますはい20世紀のヨーロッパについては第10回の第1次世界大戦から始めて第15回冷戦の終結までを見ていきます 第十回では、戦争と革命が引き起こした。新たな形の人の移動について、お話しします。第十一回は。第五回。第九回をご担当いただいた西山さんに。ファシズムが、ヨーロッパ全体に、どのような影響を与えたのか。といったことについて、ご紹介いただきます。連立政権として、出発したムストリーニ内閣は。ファシスト党が。 確実に議席の圧倒的過半数を確保する選挙法を制定し権力基盤の拡大を推し進めます第十二回では第二次世界大戦におけるヨーロッパ秩序の変化について第十三回では社会主義体制下のヨーロッパを取り上げます対戦後に世界が東西対立から デタントと呼ばれた緊張緩和に向かう過程をたどりながら国際情勢と人の移動について考えます東欧諸国の改革志向の指導者たちはソ連やユーゴスラビアの動きに刺激を受けて中央集権的な計画経済に一定の自主性を持ち込もうとする独自の経済改革を追求し始めます第14回は 北村さんにヨーロッパ統合についてお話しいただき第15回の最終回は私が冷戦末期から体制転換までを外観しながら政治変動がもたらした人口移動について考えますさて急ぎ足で近現代ヨーロッパの歴史15回のテーマをご紹介しました全15回の講義を通じてご覧になる皆さんの 歴史的思考を養う手助けができれば幸いです歴史は視点によって全く違った姿を私たちに見せてくれますこの講義は皆さんに新しい歴史の楽しみ方を提案したいと考えています皆さん一緒に学んでいきましょう